さんに連れてきてもらったことがあるんや。その時に海が好きになってな。それに日焼けでわかるやろ。今年も何度か海に来てたんやで。一人でな。まあええやけどな。もちろんそやで。いつもは使い古しの水着で泳いでたんや。せやからこんな風に焼けたんやで。つまりこのおニューの水着は今日解禁したんや。兄ちゃんと一緒やからな。乾燥とか言うんが普通やないんか。平凡や。もう一押し。急に方向性ずれとる。あ、でもこの浮きは確かにええやろ。これの弥生の試作品でな、今日のために特別に貸してもらったんや。なんと二人で使えるんや。ギリギリ入れるで。ほら兄ちゃん飛び込んでくるんや。何迷ってんねん。もしかして兄ちゃん海が怖いんか。ついたら沈まへんかな。ん？兄ちゃん顔が真っ赤やで。もう日焼けしてもうたんか。あ、もしかして照れとるんか。兄ちゃんはおもろいな。せやな。でも絶対離さへんで。やっと多忙の兄ちゃんと海に来れたんや。くっつきたくもなるやん。そういうもんや。お、嬉しいこと言ってくれるやん。やった、遊び倒そうな兄ちゃん。